義に生き、信長殿を討った。だがそれは兄を殺す不義、そしてそなたの愛への裏切りだ。もはやそれがしに義も愛も残されておらぬ。一、それがしを見限るなら今してほしい。それがしが背を向けている間に何も言わず去ってくれ。義も愛も長政様の中に生きているわ。あなたの心はいつも変わらない。今までもこれからも。ならば新たな義に、新たな愛に生きよう。それがしは信長殿の志を継ぎ、この乱世を治める。兄上の夢、それがしが継ぐ。全軍、羽柴軍へ進撃せよ。朝倉殿、後方の守りは任せました。ねねよ、戦うより話す方が一足な。朝倉が願えるよう説得してくれんか。うん、わかったよ、お前様。西砦を制圧し、本陣の安全を確保する。おっと、悪いやつは通せない。勝利は無理。ならば感動を受け、奇襲せよ。そして参る。敵将打ち破れり。お見事でございますな。東の砦を制圧する。天神山の劣勢を覆すのだ。朝倉と浅井の連携を立て。いざ、バカワン。敵将打ち破れり。あっぱれ、褒めて使わす。Yeah!
打ち破れり。敵将打ち破れり。あっぱれ、褒めて使わす。我が神器武となして締めた。我が首見事取ってみよう。敵将打ち破れる。お見事でございます。いざ尋常に勝負。敵将打ち破れり。長政様、惜しい。本陣の安全は確保できた。敵将打ち破れり。あっぱれ、褒めて使わす。我が神器武となして締めた。押して参る。援軍感謝いたす。ここまで
入られたんか。長間さん、おめあさんはすでに七人いるんだよ。秀光、信春、西砦を攻めなさい。全ての砦を制圧するのだ。朝倉軍を攻めよう。浅井を孤立させるのだ。柴田軍まで加わってしまったか。我らは浅井本陣を目指します。参る。敵将打ち破れり。お見事でございますよ。長政、おめあさんには天下は普通に無理じゃ。それがしはこれまでのそれがしとは違う。新たな秋、新たな愛に生きるのだ。武となって死ねたん。敵将打ち破れり。あっぱれ。褒めてつかわす。天外の大望を持つは長政さんではないぞ。そのすべてのものを倒し、それがしが天下を取る。それがしのことも、兄上のことも同じく愛していた。だが一はそれがしの愛を選び、兄上と戦った。兄上は断った。それがしは天下を取り返した。いざ戦わん。何したらくんむしゃぶりぞ。敵将打ち破れり。長政様、惜しい。やりおるわ。お市様を大切にせよ。お市様の気持ちを踏みにしたら迎えに行く。いつも黙っておられる様。それは力助けに行った。それがしは一枚叶えられるの男になりたいんだ。それがしがついでみせる。ダメです。本陣はもう持ちません。救援を。
金儀うとなして示さん。それがした兄上が志を同じくすることだったかもしれない。ならば兄上の志それがしが果たそうぞ。それがしは一の望むことをしてやれなかったのかもしれん。ならばせめて兄上の志共に夢に。この勝利全てを一に捧げよう。